長野め、君が心をくれたから、視聴率爆死なのに、TVer で首位、桜井賞。新空港選挙、逆転へ。辛すぎないが癖になる。長野め、24、主演の月級ドラマ、君が心をくれたから、フジテレビ系、の第5話、すべて魔法のせいにして、が、2月5日夜9時から放送される。 今作は辛すぎる乗車から悲鳴が上がっているが、それが大きな武器にもなっているようだ。1月29日に放送された第4話、青い春の香りは、平均世帯視聴率が5.4%、ビデオリサーチ調べ、関東地区の人気ドラマ枠としては爆死状態。しかし、配信サービス、ティーバーのお気に入り登録数は好調で、101.7万。 2月5日18時現在と100万超え。好調な桜井賞42主演、新空港選挙、に迫る勢いだ。思いを寄せる蝶谷太陽、山田祐希、33の命を助けるため、奇跡の代償として五感を失っていく、主人公、方言ゆ、長野、に対して救いを与えず、辛いシーンをこれでもかと重ねている本作。 X 上では、あまりにも苦しくて切なすぎて涙が止まりません。何中エグさ。頼むからハッピーエンドにしてくれよ、など、悲鳴に近い声が。第4話では、雨は味覚に続いて嗅覚を失うことに。太陽に告白されても、